この紐を使って遊んでいくよ。まずはこのピザから、ピザをこうやって出して、そしてこの具だね、ピザに乗せる具をたくさんこんな感じでいっぱいあって、これをピザの上に紐を使って乗せていくよ。どの紐にしようかな、これこの紐にしようかな。じゃあまずはトマトから、トマトをこんな感じでよいしょ重ねてあげて、それからこれだね、この卵をよいしょ同じように重ねてあげて、ちょっとずらして重ねていこうかな。こんな感じ、こんな感じにしていって、そしてあとこのキノコだね、キノコ、キノコをこうやってまたよいしょつなげていくよ。下からこうやって入れて、上から入れて、そしてよいしょ今度はこっちの方だね、こっちの方にはこのトマトとこのサラミをこうやってちょっとずらして、よしここからこうやって入るかな、よしこうやって、そして上からまた通してあげて、よしこんな感じかな。これでたくさん具が乗ったね。そして後ろの方でこれをこうやって結んであげて、よしこれでピザが出来上がったよ。今度はこれフライパンだね、フライパンにこの目玉焼きとソーセージ、こうやって焼いていくんだよね。じゃあこの紐を使ってよいしょ、これで目玉焼きをまずフライパンで作って、よしこの端のところにこのソーセージだね、ソーセージをまた穴を合わせて、よしこうやって上から、そして下からもこうやって、あこれでいいかな、そしてここに通してあげて、後ろの方でまたこんな感じで結んであげて、よしこれでフライパンで目玉焼きとソーセージを焼いているよ。そして今度はこれ食パンだね、焼いた食パンにこのレタスとベーコン、レタスとベーコンを乗せて食べるよ。この穴を合わせて、よしこんな感じでいいかな。そしてこっちの穴も合うかな、どうやると合ってくるのかな。これで全部穴が揃ったかな、後ろ側がこうやって見えるよね。よしそれじゃあこの赤い紐を使ってこうやってまたパンの上に具をどんどんと乗せていってみるよ。よいしょこうやってまた下の方に、よしこれでいいかな。そして裏の方でまた結んであげて、これでパンの上にレタスとサラミが乗っかったよ。こんな感じで紐通しをして、ままごとして遊んだよ。